保国勲章は大韓民国の勲章。1961年7月26日に勤務功労勲章令により勤務功労勲章の名称で創設され、1963年12月14日以降は将勤法により規定されている。1967年1月16日の将勤法改正により現行名に改定された。 国国勲章統一章を採用した、任正し明陸軍大章2012年1月18日に、在ホノルル大韓民国総領事館にて、保国勲章統一章を受章した、パトリック・ウォルシュアメリカ海軍太平洋、艦隊司令官と在ホノルル大韓民国総領事の、ソヨン・キル保国勲章は、将軍法第15条により、国家安全保障に、 明確な項を立てた者へ授与されることが規定されている。主に警察、消防、軍関係者が受賞している。保国勲章は5等級からなり、各等級の名称は、将軍法施行令第11条により定められている。1961年の制定当初は1等から7等までの7等級であったが、1963年の 将軍法制定に伴い一等から五等までの後、等級に改められた。現行の等級名は1970年11月17日の将軍法施行令改正により定められた。報国勲章の会には、将軍法第24条で規定される報国報章が存在する。報国勲章の各等級の意章は、将軍法施行令第13条により定められている。 章と、樹からなる、正明、エディ章と略樹のセットが基本で、さらに上位に東急の統一章と国戦章には、副章が沿う。小色の衣装は、表面中央にあしらわれた対極と四毛の図から、それぞれ六両の紅白光線と矢尻が伸びた形状で、正明の章には、鬼面の中がつく。樹の色は、統一章は、紫、国戦章は、藍、天樹章は赤。 三十一章は薄着、幸福章は緑と各等級で異なる。加えて両端に白線が入り、幸福章から国線章までは細線が一本ずつ増えるが、統一章の大字は無字となり、その本数で等級が区別される。正明はそれぞれ、統一章は右肩から下げて廃用する大樹章、国線、天章各章は喉元に帯びて廃用する中樹章、十一 幸福各証は左胸に廃用する小受賞である。上位に東急の副証はいずれも左胸に廃用する正証である。また、補国法証は幸福証と同じ小受賞だが、金属部品は銀色となり、樹は黄色地の中央に白線一本が入る。その他、予備軍の業務に関連して授与される予備軍法証は上位の勲章を持たないが、その衣装は、 報国報奨と告示している。なお、従来の統一省の女性用証職は男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の将軍法師公令改正により男性用の寸法に統合された。ありがとうございます。